はい、皆さんこんばんは。今日はですね、ヘラクレスのペアリングと産卵セット、組んでいきたいと思います。オスはこの個体ですね。家にいる個体で一番大きいヘラクレス。よし、じゃあペアリング行ってみます。
はい、これがヘラクレスの産卵マットになります。もうメス入れて3日経ちますんで、もう潜ってますね。このマットは3層で作ってます。一番下が加水少なめの押し固め、結構固めに押してますね。で真ん中が加水多め、少し多めですね。絞っても水が出ない程度に加水して、これもまた結構しっかりめに固めておいてます。で一番上がふんわり加水なしで乗せてるだけですね。おはようございます。皆さんこんばんは。今じゃないよ、今朝よ。サタン、サタンを買うと今適当にちょっと、あの材をね、仕込むのにマットを欲しかったから。それはな、バクテリア材。ん？バクテリア材。いや、そんないいもんじゃない。今じゃない。サタンは初めてね、あれだし。そう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 。オスじゃないじゃん。オスじゃないよ。あ、ちょっと花粉症しとる。ほら。うん、ね。まあでもこれやったら卵埋めちゃう。うん、大丈夫と思う。ちょっと。はい、以上です。短いね。短い。いいよ。ご視聴ありがとうございました。